中京 TV スポーツ。おはようございます。おはようございます。ようこそ鳥取へ。オリンピック選考となる日本選手権前最後のレースに挑む地元スプリンターがいました。陸上100メートル名古屋市出身、本郷多樹選手。本郷選手が目指しているもの、それはやっぱ9秒台ですね。9秒出して初めて本当のスプリンターみたいなところがやっぱあると思うので。まだ日本人で4人しか超えていない9秒台の壁。本郷選手はおととし愛知県記録の10秒12をマーク。1年で自己ベストを3回も更新し、去年の日本選手権は5位と一気にトップ選手と肩を並べた急成長株です。今年4月、本郷選手の練習を覗いてみると、競技場に響く独特な足音。タジさんの靴ってめっちゃ擦り切れてますけど、はい、ボロボロなんですよね。やっぱスタートダッシュでこうなるんですか。そう、2本目で特にこうガーッとなるんで結構なっちゃいますね。つま先に穴が開いてしまうほどに地面を擦る走り方。これこそが本郷選手の真骨頂です。去年1月、キャッチが初めて取材をした時、本郷選手は名古屋大学の大学院生でした。よろしくお願いします。珍しい名前ですね、タジ。そうですね、僕お父さんがガーナ人でハーフなんですけど、はい、まあ、ガーナの言葉で王冠とかそういう意味らしいです。当時自分の走り方をこう説明していました。今までは大げさにやると、はい、地面をバーンってやる感じ、うんうん、バン。そうじゃなくて転がしてむしろ進んでいくっていう、そういう感じ。なんか引きずってますか。こうじゃなくて、はい、こういう感じ。全然違う。地面を蹴り上げるのではなく転がすように走る。それが試行錯誤の末たどり着いた9秒台への秘策です。本郷選手は自分自身と向き合いながら競技をしたいと、大学院時代からあえて指導者をつけていません。そして学業とも両立して競技を行うことにもこだわってきました。あ、これなんてまさに。それは現在でも。去年から地元の電気施工会社に就職し、総務の仕事や採用業務を担当しています。クラブ活動ありって俺一人だけ入れていいのかな。陸上部などはなく、アスリートは一人だけ。競技活動を折り返し応援してくれるアットホームな会社で、日中しっかり仕事をし、夕方から名古屋大学で練習をする生活を送っています。はい、タジ一本持ってきとる。持ってきてます。出してね。あ、出します。本郷選手が陸上だけに集中しない理由、それは母雅恵さんの教えが大きく関係していました。両方やらないとダメだよっていうアドバイスはずっとしてました。陸上だけじゃダメだよっていうことで、本人はそれをよく理解して、うん、両方できるようにやっていくから心配しないでいいよっていうことは言ってくれてましたね。いろんなことを知ることで、学んだり知ったり関わっていくことで、より深い人間になる、いい人間になりたいっていうポリシーもあったりするんで、僕が。だからそれはまあ親の影響かもしれないですね。そんな本郷選手、今年は9秒台突破への自信をつけていました。シドニーに到着しました。大会のない冬場にオーストラリアやニュージーランドへ飛び、一人武者修行。
飛行機、宿、練習場所を自分で確保し、サポートなしで現地の大会にも出場。海外経験を増やして見えたものがありました。初戦で10秒22で走って手応え結構あったので、あのレースの感じでキレを上げていけばもっといいタイムを出せるっていうか、気分では見えなくはないと思います。6月に鳥取で行われる布施スプリントにエントリーしています。これが日本選手権前最後の大会です。鳥取入りした本郷選手のもとへ行ってみると、あ、こんにちは。お疲れ様です。どうぞ。失礼します。翌日の試合に向けホテルで一人準備をしていました。選手によっては前日からピリッとしてる選手も多いと思うんですけど、谷、うん、さんは俺前日から緊張感持つの嫌いなんですよそうなんです。直前にスイッチ入れる方が好きで、うん。この日の2日前、サニブラウン・ハキーム選手がノルウェーの大会で9秒台を出し、いち早くパリオリンピック内定を決めました。そのニュースについて触れると、サニブラウン選手が9秒台出したじゃないですか。はいはい、去年ですね。あ、内定したの知ってる。あ、知らない。あ、そうなんだ。いつ？昨日？おとといとかそんな話。あ、全然知らん。早速ニュースをチェック。あ、2着だったんだ、すごいじゃん、すごっ。まあだから意識してないってなると嘘になりますよね、正直。うん、同級生だし、誕生日もめっちゃ近いし、で、同じガーナのハーフでしょ。うん、意識しないわけないんだよね正直、うん。まあ、やっと同じ舞台に立てるチャンスがあるから立ちたいなと思いますね。うん、ここで立てなかったらまた架空の存在になっちゃうから同等の存在でいたいので。本郷選手がパリオリンピックに出場するためには6月末までに10秒00の派遣標準記録を切ること、日本選手権で最低でも2位に入ること、この両方を達成しなければなりません。翌日の大会で9秒台を出すことができればパリへの大きな一歩となります。大会当日。おはようございます。試合直前までザーザー降りの雨、足元のコンディションが決していいとは言えない状況に。本郷選手はよくアドバイスをもらっているコーチや愛知から駆けつけてくれたトレーナーとも話し合いながら入念にアップを行います。予選4組1着。男子 100m 入江決勝、まもなくスタートです。決勝は去年の日本選手権チャンピオン坂井雄一郎選手や自己ベスト9秒台の桐生祥秀選手など日本トップレベルの選手が出場します。本郷選手の結果は。布施スプリント決勝に挑む名古屋市出身、本郷多治選手。ここで9秒台が出ればパリオリンピック出場条件を一つクリアすることができます。9レーンが本郷選手、果たして。決勝スタート。まずは久保さんスタート、坂井が来た、坂井先頭、坂井先頭、そして桐生も来ますよ、桐生も来た、鈴木も来た、鈴木がいい、鈴木1着フィニッシュ。後半伸ばしきれなかった本郷選手、タイムは10秒18。9秒台には届きませんでした。お疲れ様でした。どうした、まだまだっすね、何やってんだよ自分って感じ。
うん、もっとやれるだろうって。地元名古屋に戻った本郷選手は動画で自分のレースを振り返っていました。やりたいことの手勢は5割ぐらいしかできてない。逆に言えば5割で戦えてるんですよ俺うん、10割出たらどうなんのってな、自分で期待しているのはそこです。やりたいことをやれたら勝てないわけないんですよ。すでに次のレースで9秒台で走る自分の姿を思い描いているようでした。オリンピック内定が決まる運命の日本選手権男子 100m まであと4日です。